メンズノンノ8、9月合併号に出演しております山田裕貴です。今回はワンピースフィルムレッドの声優に挑戦させていただきまして、そのインタビューがメンズノンノに載っております。もうね、今30秒ぐらいでこの映画の感想と、まあ、自分のアフレコした時の感想をちょっと述べてくださいって言われてるんですけども、無理です。30秒では無理です。映画はですね、とにかく、まあ、僕ワンピース本当に小さい頃から見ててもう大好きで、そこにその世界にいられるだけでも本当に嬉しかったですし、作品も本当に泣きました。僕ラフ絵でしか、ラフで声が入ってるものを先に見させていただいたんで、まだ完璧な状態ではなかったんですけど、それでも号泣しました。皆さんぜひ楽しみにしていてください。多分見に行ったらその感動が味わえると思うので、ぜひ8月6日、公開です。ぜひよろしくお願いします。